2番です。3番です。4番さんどうぞ。4です。5です。お願いします。お前なんでその名前でやんねん。昨夜は1名の方が亡くなりました。9番、1番のプレイヤーが発言します。はい、5番が2にしろ。うん。で、3番がチャット用意してない。3番、裏向きか、3番の結果、ないのか。3番の白結果ないのか。白結果なんで5番って2白に行ったんだろう。あ、今日7番投票するんだけど、言う方がおかしい。で、おそらく1番が狩人やった場合、俺6守りしてると思うのよ。だから9神にした。破綻するからな。そうですね。1が狩りやと、まあ、4白出せなくなるから。張らなくてもね、どこが白だったかってことぐらいは分かってほしいかなと思いましたけどね。まあ、この紙から行くに関しては、5番がまあ、間違いなく狼っていうところですね。霊能巨人。ってなってくると、え？ちょっと、結果書かないの？進路、進路は追えないんで。3は9なんだ。4番のプレイヤーが発言します。発言します。で、3番さんは9白だったってこと？ちゃんと言って。そういうの言わないと真に見えなくなっちゃうからさ。1番さんからちょっと無駄っぽいなって。で、2番さん占いは理由はわかるよ。うん、私27ローもあるかなって思ってた。7番さんが昨日僕に触れたのは2番さんだけですねとかって言ってたから。ダメだ、2番のピザボじゃ勝てねえんか。バカや、こいつ。え？あ、投票忘れてた。夜が更けました。人狼に気をつけてください。あ、ごめんなさい、俺投票すんの忘れてた。ごなってください。あ、ごめんごめん。まあ、じゃあ4番勘で終わろう。ごめんごめん。ごめん、投票忘れてました。すいません。分かった、4番かも。4番勝ち、勝ち、勝ちなんだ、勝ちなんで。うん。はいはいはい。いいか。あ、すいません、すいません。やらかしたわ。俺忘れてた、投票。あ、よかった。4番はちゃんと言ってくれたんや。1番に。夜。昨夜は1名の方が亡くなりました。4番、ゲーム終了。人狼陣営の勝利です。すいません、投票忘れてました。ごめんなさい、僕が出現したせいで村負けちゃいました。申し訳ないっす。いや、これね、ちょっと3番さんと同じ陣営で勝てる人間いないです。いや、ごめん、7神決め打ちできたわ。だったらごめん。